オヌマンのシーバス塾、職業釣り師のオヌマ雅也です。今回のシーバス塾はミノーの使い方についてです。ミノーは選択を間違えるな。ミノーっていうのはですね、シンキングとフローティングがあるんですが、フローティング表層、シンキング中層って感じでざっくり使い分けた方がいいと僕は思っています。表層から行く場合はですね、このフローティングタイプですと浮力があるんでルアーがキビキビと泳ぎます。このキビキビ泳ぐと何がいいかっていうと、アクションがいいんで活性の高いやつが気づいてくれてすぐカポッて来てくれるんですよ。その日の状況をチェックするときにはフローティングミノーから入ることが多いです。ナイトゲームで強いですね、フローティングタイプは。だからナイトゲームで風がない時とか、スローで巻いてキビキビと泳ぐキレのあるアクションのものを選んどくっていうのが肝なんで、僕は表層ナイトゲームの時はフローティングタイプが先発になります。シンキングタイプもあるんですけど、例えばフローティングは水面下10センチからまあ50センチぐらいのところも泳いでくるんですけど、まあ、シンキングだったら1メーター前後ですね、中層を得意としています。でさらに1メーター前後より深く潜らせたい、そういう時シンキングタイプのロングビルミノタイプですね。シンキングミノよりさらに深いところが探れるようになります。僕はそのシンキングとフローティングで一番大事にしているとこなんですが、風ですよね。爆風の時はですね、シーバスって上の層で食いたがらないですよね。もしくはベイトが沈んでしまう、そういう理由があるんで、もう一気に中層を探れるこういうシンキングタイプを使ってます。とにかく水面を意識していない状況ですね。風がすごい強い、雨が土砂降り、そんな時は中層を狙うのがいいと思います。シンキング系っていうのはね、浮力があるものに対して重りを入れてますから、ちょっとアクションのキレがね悪いんですよね。ヨタヨタ気味、擦れた場所はキビキビしたより、シンキングペンシルに近いようなヨタヨタした泳ぎが好きだったりするんで、そういう時はシンキングミノーを使うことが多いです。フローティングミノーと比べて飛距離が出る、中層を探れて飛距離が必要、そんな時にシンキングミノーが有効になると思います。ブラックバスではド定番になっているサスペンドタイプなんですが、塩分濃度の関係もありまして、上げ潮と下げ潮で浮力が変わってくるんですよ。浮力強すぎたら浮いてきちゃうし、中層でピタッて止めることができない。だから僕はサスペンドは無理かなと思っております。であとね、ミノーでもいろいろありまして、リップのタイプです。まず大きく泳ぐこの木の葉型と言われているこういう大きいリップなんですけど、ワイドリップ、これの特徴はまずアクションが大きくなる。意外にね、潜りません、浮力があるんで。でどういう時に効くかというと、アクションが大きいタイプはベイトがボラであったり、常に水が濁っている、風で波立っている、アピール力が強いんで魚を寄せるパワーは強いんですが、当然釣れるスピードも速くなると。だから先発として使うのに非常に向いたのが大きいタイプですね。これだと魚がいたらすぐ反応してくれるタイプなんで、まず活性の高いの有効なのがリップの大きいワイドリップタイプです。で次にこれ面白いのがですね、ただ潜って泳がせないためのチビリップ、潜らせるだけで全く泳がないです。この泳がないっていうのはアピール弱いんですけど、スレに強いんで激戦区とか毒リアの状況で効きます。タフな状況の時に使っていただくといいと思います。今度はリップレスと言われるタイプですね。あえてバランス崩すように設計されてまして、リップ付きのものと比べたら潜りにくいです。もうとにかく水を逃していくんでプラつきます。こういうリップレスタイプが効くっていうのは浅いとこですね、水深1メーター以下のシャローエリアと言われているとこを本当潜んないで、水深20センチ30センチとこうトレースできるんで、シャローエリア攻略では必要になってきます。どういう時に効くかというと、リップレスタイプは毒リアな状況、激戦区、ベタナギ、ベイトが小さい、これもねアピールが小さいんでスレに強いのがリップレスタイプです。とにかくあの浅いとこで出番のあるがリップレスタイプだと思ってください。ミノーの使い方なんですが、レンジと動きが合っていればタナ巻きだけで釣れるんで、実はルアーチョイスを間違わなければ釣りやすいのはミノーなんで、初心者の方でもレンジと動き、このチョイスを間違わなければタナ巻きだけで十分釣れるのがミノープラグの特徴です。で使い方のタナ巻きなんですけど、シンキングもフローティングもそうなんですけど、着水したらもうすぐ巻いてくる感じで、リールは1秒に1回転をイメージして巻いて、昼も夜もそのスピードを意識してやっていただくのがいいと思います。ミノーのチューニングなんですが、僕の持論なんですが、入門者の方でもパワーファイとしてもバレないように大きい服が乗っかってることが多いんですよね。例えばこのルアー既存ですと4番フックがついてるんですよ。僕はワンサイズ小さく6番にしています。そうすることによってキレが出るんですよね。あとねレンジも上がるんですよ。アクションのキレも上がってレンジも浅くなるんで、意外にそれでサクって釣れちゃったりするんで、あえて既存フックよりワンサイズ小さくするとちっちゃなチューニングなんですが、
これだけで釣れることがあるんで、もし釣れなかった時は4番フックが既存のルアーでしたら6番にする、6番が既存フックでがついていたら8番にすると、フックサイズをワンランク小さくする、このねチューニングって意外と効くんですよ。だからもしこれ投げて釣れなかったらルアーを変えるんではなく、フックサイズを変えるっていうのもありなんで、フックサイズを変えればねルアー2個あるのと一緒なんですよ。であとねもう1個あります。フックがちっちゃい理由は立ち上がりが良くなるんです。水の抵抗が減るんで立ち上がりが良くなります。シーバさ着水してブッて動いた瞬間が一番ライト多いんですよ。その立ち上がりを良くさせるのもフックがちっちゃいミノーならではなんで、フックをちっちゃくさせて気を上げたことによって着水バイトが増えるんで、そこも覚えておいた方がいいと思います。逆にフックサイズを大きくしたらレンジを入れる、アクションを小さくさせることができる、このミノーの動きを小さくするのにスナップを小さくしたり、あえてスナップをつけないで愛に直接結んで泳ぎを小さくするっていう技もあるんで、動きを小さくさせたいなって時はスナップのサイズをすごく小さくしたりとか、リーダーを直接愛に結んだりとかして簡単に、ルアーのアクションを小さくすることができます。ミノーって面白くて、ロッドを立てて巻くとアクションが小さくなって、寝かせて巻くとアクションが大きくなります。ロッドを立てて巻くとアクションが小さくなるのと、レンジが上になります。ロッドを寝かせて巻くとアクションが大きくなってレンジが入るんで、このロッドの角度だけでルアーのアクションとレンジ泳ぐ層が変わるってことも覚えておいて損はないと思います。ぜひお試しください。ボラと濁りが強い時に使ってるのはこのサイドプレス 160F ですね。特に秋口音が大きい時、激濁り、そんな時に有効なのがこのワイドリップのサイドプレス 160F をおすすめしたいと思います。リップレスタイプなんですけど、これも不安定要素でレンジがね30センチぐらいしか潜らないんで、水深の浅いとこ大場所、そんな時に有効なので、この細くて長いシャローアッパースリム 160F を好んで使っております。細いんでね、いろんなベイトに対応できる、しかも長い分アピール力もあるんで、大場所ではかなり有効になるんで、水深の浅い場所で使うのをお勧めしております。次にシンキングでお勧めしているのがワイドリップのセットアッパースリム 95S です。これはねもういろんなベイトに行けます。シンキングなんで、まあ、ある程度レンジもいろんなカバーできるし、アクションが大きいし立ち上がりが早いですよね。リップが大きいんでベイトがちょっとちっちゃめが10センチ前後の時だったら間違いない、ベイトサイズがやや小さいなって、そういうところで有効なのがセットアッパースリム 95S になります。逆に潜るんだけど全く泳がない、オネスティ 125F です。これはですね不思議と潜るんですけど、このちっちゃいリップのあれで全く泳がない、棒状です。イメージは表層付近を泳ぐワームだと思ってください。まあ、イメージはね R32 ですよね。ハードルアーなんで針が3つついてるから、ね、ショートバイトも対応してくれます。とにかくイメージはワームを使う感覚でオネスティ 125F を使っていただければいいと思います。ドクリアな状況を、ベタなぎかなりタフ、そんな時に強いのがオネスティ 125F です。あと寒い時期もかなり有効になります。で中層の波立っている時、風が強い、飛距離が必要、そんな時に出番のがこのセットアッパー 145SDR です。特にこのからの秋のシーズンベイトが大きいんで、まあセットアッパーシリーズを使っていただければサイズ展開もありますんで、中層攻略、ナイトゲーム、デーゲーム、ちょっと風が強いな、狙うポイントが遠いな、まあ、セットアッパーシリーズを投げていれば問題ないんで、セットアッパーシリーズを使っていただければ、飛距離が必要な中層戦略では役に立つと思います。ご視聴ありがとうございました。いいね、コメントよろしくお願いします。皆さんのご意見を今後の動画の参考にさせていただきます。覚えたことは1週間で 75% 忘れてしまうそうです。この動画が勉強になった方は繰り返し見てください。動画の復習や新作動画を見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いします。